墨入れを行います。まず塗装をしやすくするため、いくつかの部位に分解します。使用するのはタミヤのエナメル塗料ブラックです。油性の塗料ですので専用の溶剤を使います。溶剤を取り皿に移しておきましょう。入れ物は何でも良いです。ジュースや牛乳の紙パックで使い捨てできるパレットを用意します。ヘラなどを使って塗料をこの上に取り出します。私はタミヤの朝食スティックを使っています。これはマドラーでも代用できます。溶剤を筆に含ませ、好みの濃度に溶いていきます。何度か塗ってみると自分が塗りやすい濃度がわかると思います。モールドの箇所に塗るのですが、例えばこのような動力パイプの隙間が良いでしょう。面相筆を使ってモールドに沿って描くように流し込んでいきます。腰のパーツはこの分割線に流すと良いですね。肩のアーマーは裏面のモールドに流すと良いでしょう。何箇所かはみ出しました。これは綿棒で拭き取りましょう。溶剤を染み込ませますが、そのままではドボドボですのでペーパーナフキンでちょっと調整します。そして拭き取ります。エナメルは乾燥後も拭き取れますので、ゆっくり作業してもらっても大丈夫です。固めの綿棒を使えば奥まった部分には入らないので、取れすぎてしまうことはありません。これで墨入れ作業は終了です。マーキングを書いてみましょう。これはオリジン版のシャア専用ザクです。よく見てみますと細かいマーキングが施されていますよね。これ再現してみたくないですか。エナメルの白を使って書き込んでみようと思います。この作業難易度が少し高いです。中級者向けとしてご覧ください。まずは各部に施された注意書きのようなマークを書きます。いわゆるコーションマークと呼ばれるものです。面相筆で緻密に書けば情報量が高まってグッとかっこよくなります。うまくいかなかった時は溶剤で拭き取りましょう。何度でもやり直せます。小さいものを描く時はこのように詰めて調整してから筆を運ぶと書きやすいですよ。筆の先に焦点を合わせてヘッドルーペントを使いながら書くと良いです。色換気は白いラインが引かれています。これを書いてみましょう。こういう線は力を均一にしてスッと引いて書いた方がいいですね。できました。平面の部分はマスキングテープを使ってもいいですね。カッティングマットで切り出し貼り付けていきます。貼り付ける際にはしっかりと密着させて隙間を作らないようにしましょう。それでもテープの隙間に流れやすいので色は濃いめに調整すると良いでしょう。一度では色がつきませんので2回ほど重ね塗りを行います。マスキングを剥がす作業って気持ちいいですよね。はみ出してしまった箇所は爪楊枝でこすると取れます。傷を描いてみましょう。破片がぶつかった後の胴を描くと歴戦の兵器という感じがしてかっこいいですよね。これをチッピングと呼びます。簡単な描き方をご紹介します。まず目の細かいスポンジを用意してこれをむしり取ります。ランダムの形状にしておくのがポイントです。エナメルカラーの黒を濃いめに溶剤で伸ばしておきます。そこにスポンジをポンポンとやって
一度ペーパーナプキンなどで軽く拭き取ります。そして物が触れ合う箇所など傷がつきそうな場所にポンポンとスタンプしていきます。ただ実際の傷はスタンプのような点々ではありません。少し手を加えます。面相筆を使って一部の点をつないでみましょう。ランダムに点をつないで剥げた傷のように見せていきます。ショルダーアーマーのパーツ、チッピングの様子をご覧ください。まずはスポンジでポンポンと叩きます。点々を少しつないでランダムな傷を演出しましょう。引っかき傷のようなものは筆で直接描いてしまうと良いと思います。缶スプレーによるコートをします。エナメル塗料は定着性が良くありません。半光沢で保護しましょう。おすすめは水性プレミアムトップコートです。機体は組み上げた状態で問題ありません。その他の細かいパーツは割り箸などに取り付けます。両面テープを貼ります。そこに取り付けてみましょう。缶スプレーはとにかくよく攪拌しましょう。拭き始めを対象物から離してスタートするのがコツです。しっかりボタンを押してさっと動かします。全身くまなく吹き付けておきましょう。最初はこんな風にびちゃびちゃで大丈夫だろうかと心配になりますが、乾くとこの通り綺麗な半光沢が得られます。ピンウォッシュを行います。雰囲気を出すためにトーンを落としてみましょう。おすすめはミスターウェザリングカラーのグランドブラウンです。この色を攪拌せずにそこにたまった濃い沈殿物を取り出します。これをパレット上で自分好みの濃度に希釈して使うのです。なお墨入れやチッピングで使ったエナメルカラー溶剤は使えません。ウェザリングカラーとエナメル溶剤の組み合わせは NG です。必ずウェザリングカラー専用の溶剤を使うようにしてください。ウェザリングカラーは筆を傷めやすいので安価な面相筆を使いましょう。溶剤を使って溶きます。私は流れ出さない程度、このくらいが使いやすいと思います。これを全体には塗らないでピンポイントで影を強調したい箇所に塗ります。パネルの境目など墨入れと被る場合もあります。関節などの入り組んだ箇所に塗るのも効果的です。続いて100均のメイクスポンジで境界線をぼかします。完全に落としてしまうのではなく少し残っているぐらいがちょうど良いです。ウェザリングカラーは完全乾燥に1日程度かかります。乾ききってしまうと溶かせませんので、この作業はすぐに行うと良いですね。目安としては塗った表面が艶消しになった頃合い、ほんの5分程度放置すれば作業開始できます。次に筆を平筆に取り替えます。おすすめは少しコシのあるナイロン筆。溶剤を含ませてナプキンで調整、湿った程度に整えます。この筆で残っているウェザリングカラーを溶かしながら引き伸ばします。関節部分などは隙間に押し込むように筆を動かします。スポンジでこすったら溶剤をつけた筆で整えていくという流れですね。
こんな感じに仕上がりました。使い込んだ雰囲気が出ましたでしょうか。ちなみに半光沢を吹いた表面だからこのような処理ができます。光沢では取れすぎるし、艶消しでは取れないのです。いろいろな汚れを描いてみましょう。汚れを直接描いて演出をしてみましょう。まずはオイルにじみを描く方法です。グランドブラウンを面相筆で点々と塗っていきます。次に溶剤をつけた面相筆で輪郭をトントンと直接ぼかします。溶けたグランドブラウンがにじんで汚れのようになってきたと思いませんか。メイクスポンジを使わなくてもこんな風な表現ができるというわけです。次は雨だれ汚れ、エナメルで描いたチッピングに描くと良いですよ。グランドブラウンで線を描き、それを溶剤付きの筆でぼかせば OK です。傷と汚れを組み合わせることがリアルに見せるポイントだと思います。ショルダーアーマーは傷がよく目立つ箇所です。まず傷に汚れを塗りつけて、溶剤をつけた平筆でシュシュシュッと伸ばします。筆だと少しオーバーな表現に見えたので、スポンジでなじませてみました。最後にヘラと筆を使って飛沫を飛ばすといい感じに見えます。関節周りなどは多めに飛ばすとオイル汚れのようで映えると思います。それではここまでをまとめて復習しましょう。まずは墨入れ。エナメル塗料でモールドに墨を入れていきます。続いてスポンジチッピング。スポンジを使ってエッジ部分にエナメル塗料を点々とスタンプします。一部の点をつないで点々を傷のように書き直します。半光沢でコーティングをしてエナメルの保護と下地を作ります。次はピンウォッシュ。ウェザリングカラーを全部に塗らずピンポイントで塗ります。メイクスポンジを使ってこれをぼかします。溶剤を含ませた筆で雨だれのように汚れを調整します。最後にヘラを使って飛沫を飛ばせば完成です。以上で汚しの終了となります。武器の塗装を行います。武器を組み立てたら割り箸などに固定します。そして機体と同じく半光沢でコーティングを行います。次に武器らしい輝きを演出するために鉛筆をすり込みます。鉛筆を横に寝かせてカリカリとこすっていきます。その後メイクスポンジで磨けば全体が鈍く輝いて良い感じになります。ヒートホークですが、どうやらこの武器はですね、使う時は黄色に光るようですね。部分塗装を行ってみましょう。使うのはタミヤのアクリルカラーです。100均のマヨカップに塗料を入れます。希釈は水で行います。水を入れたカップも用意しましょう。そのままでは少し濃いので水で薄めます。筆塗りで大切なことは乾く前に塗り重ねをしないことです。すぐに乾きますので、それから色を塗り重ねていきましょう。塗り終わりました。ここで一回半光沢でコーティングを行います。続いて面相筆でウェザリングカラーをこのように塗ります。溶剤を使ってぼかしていきます。
溶剤は筆に湿らせる程度につけるのがコツです。これにてヒートホークも完成となります。武器で使った鉛筆ですが、ノズルの金属感の演出にも使えます。武器と同じようにスポンジで磨けば金属っぽく見えるのではないでしょうか。ちなみに傷の奥に塗り込めば奥から合金が見えているような表現になると思います。さあ以上で完成です。いかがでしたか？汚し塗装は難しいことではありません。キットに少し手を加えて自分だけのシャア専用ザクにしてみませんか？工作や塗装に没頭するそんな時間がプラモデルの醍醐味だと思います。ぜひ初心者の皆様にも味わっていただきたいです。今回の動画がご参考になれば幸いです。ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。